吉田さん、5G は鹿児島に展開されるのはひょっとしたら10年後かもしれないですね。まあでも全国各地旅してるんで、きっとですね、5G いい時代になるんじゃないですか。一ところによると 5G は人体に影響があるみたいなことね、言ってる人いますけども、なんでそういうことを言うんですかね。5G ってものが全く分かってないというゆえんでございます。例えばね、5G にしても電磁調理器あるじゃないですか。電磁調理器にしてもリニアモーターカーにしても、本当に有害だっていうんだったらですね、開発者がみんな死んでますんで、できてないと思うんですよ。いや、それだけでもう全てね、回答が終わっちゃうんで、これ以上話すことはないかなと思うんですけども、じゃあ家電量販店の人が電磁波浴びて死んでるかってことなんですよね。いつも電磁調理器のプレゼンしてる人がすぐ死んじゃうじゃないですかってことなんですよ。人体に影響あるじゃないですかみたいなね、そんな気がするんですけどね。で、家庭で電磁調理器使ってる人も一日中やってないですよ。夕食の前に1時間ぐらいでしょ。でしかもずっとつけっぱなしじゃなくて、ね、電磁調理器ってせいぜい味噌汁作る時の20分ぐらいだと思うんですよ。それがね、人体に影響があるとか言い出したらどうしましょうって感じですよね。あと携帯電話の電波が脳に悪いっていう人もいますけども、はっきり言って携帯電話がなくったって電波行ってますからね。それを拾うか拾わないかだけの違いなんで、電波がずっと行ってるのは変わりなくって、これでたまたま受けてますってだけなんで、携帯電話頭でこうやって使うと頭が痛くなるとかね、なんかなんとかかんとかっていうのは、じゃあ携帯電話がなくても電波通ってるのはどうするんですかってことになっちゃうんですけども、まあ私のへ理屈ですけどもね、これはね、私の単なる思い込みでございます。さあ今回はですね、あるものでやれ、手持ちのカードって話ですけども、ちょっとねひどい話を例に出しますね。例えばね、中学生の時に女の子と付き合いたいな、とりあえず彼女が欲しいなと思ったらどうするかってことなんですよ。それはクラスメート、もしくは自分の所属している学校から選定するんじゃないですか、彼女。どう考えてもね、だと思うんですよ。で、多分二十歳過ぎていくと、自分の会社の中とかね、同級生とか友達の知り合いとか、卒業アルバム見て紹介してもらうとか、合コン行くとか、取引先の会社の誰かとかね、こういうふうに幅広がっていくと思うんですよ。選択肢広がると思うんですよ。で、あとは責任を持てるような年代になったら、こうやってね、まあ、出会い系サイトなり何なりで知り合うこともあると思いますし、結婚相談所とかに行くこともあると思います。ということで、結局いつまでたっても手持ちのカードで最大限のパフォーマンスを出してるのは変わんないと思うんですよ。ですので、今手元にあるもので YouTube のアップロードができませんか？ YouTube 活動できませんか？できるでしょ、スマホがあればってことなんで、別に新しい機材いらないんですよ。で、私ね、YouTube をきっちりやろうと思ってこのカメラ買ったんですけども、結局使ってないんですよ。だからどんなカメラ使ってるんですかって関係ないと 特にね、素晴らしい編集で売ってるわけでもないですし、そのプロダクトローンチで商品売ってるわけでもないですし、そもそも私の場合は物を売ってるのとは全然違いますからね。ただ YouTube やりたくてやってるだけなんで、この声が届けば何でもいいんですよ。で、私の画像がね、この画像が悪くても別に同じですからね。画像が良かろうが悪かろうがメッセージは届きますんで、結局学習系の、ね、ビジネスの学習系の動画っていうのは聞くだけですから、見えなくてもいいわけですよ。音声でもいいわけですよ。でもなんとなく顔が見えた方がいいっていうふうな心理的なものがありますんで、私はラジオ放送とかみたいな、ボイシーとかじゃなくてね、こうやって YouTube でラジオみたいにやってますけども、大抵の方はイヤホンさしたまま、なんかしながら聞いてるだけだと思うんですよ。ということでね、あるものをやればいいっていうのは別に今までもいろんなところでやってきたそのままなんですよ。ね、だって彼女欲しいなと思った時に理想像があって、じゃあ理想像が現れるまで付き合わないんですかって話ですよ。そういうのも立派ですけども、そうじゃなくって、身近の中で仲いい人とか、この子だったらいいなって思う人を、とりあえずね、言い方悪いですよ、とりあえず選ぶわけじゃないですか。で、そのとりあえずが人生におけるマックスだって気づいたり、向こうにも選ぶ管理が権利があるんで、まあ、そんなもんだなと思ったらそうなるわけですよ。まあでもね、どっかに理想像がいて向こうが振り向いてくれなくても、ずっとそっちを追いかけていくのかってことになるとちょっと違うと思うんですよ。というのがね、ベストなものがベストである可能性は低いんですよ。ベストなものがベストであるのはね、これ今ね、 VTuber ブロガーさんみんな欲しがるカメラですよ。タダであげるって言ったら多分欲しいと思いますよ。でも私は手にしてるけど使ってないわけですよ。アプリの話もそうですけどね。だからね、最高のものが最高のものであるとは限らないということなんで、まあ何使ってるんですかって聞く分にはいいですけども、やってもないやつが聞くなと思いますね。お前はまずスマホでやれと。私は吉谷さんはね、 iPhone の4とかね、 3GS とか、あの時代でこれやってるわけですよ。あの時代で で、どんだけね、カメラの精度、音声の精度、
で、何、手持ちのバーもなかったんで、自撮り棒も。どんだけブリブリでやったんだったらね。与沢翼さんじゃないけども、タンスの上に置いて撮影した時もあるわけですよ。それでもね、そこで売り上げ作ってるわけですから、集客できてるわけですから。だから今みたいな状況で iPhone のね、11とか10とか持ってる人がカメラが欲しいとかね、マイクが欲しいとか、それがなければできないっていうのは、まあやらなくていいんじゃないかなと思いますよね。だからそういうふうな講釈垂れてる人がいるから、まだまだね、私たちも勝っていけるし、やる意義があるのかなと思いますね。ということでね、手持ちのカードでやれっていうのは今でも変わんないです。結局どうせ手持ちのカードでやるしかないんですから。で、あれがあったらやりますっていうのは、それが手にした瞬間、それが手持ちのカードになるんで、結局もっといいものないかなっていうふうになっちゃうんですよね。で、結局これはドラッカーじゃないんですけど、ピーター・ドラッカーじゃないんですけども、できないことをそれがないせいにする、もしくはできないことを過去のトラウマのせいにしてると。いろんなその過去とか、いろんな、ね、外的要因を自分ができないことに利用してるわけなんですよね。だからね、疲れていてもやる、金がなくてもやる、時間がなくてもやる、こんな感じですよ。モチベーション無視で自分の進むべき道を行くしかないわけですよね。それがまあプロになる道だと思いますし、やる気のある時でしかできないっていう人は、まあ市場から求められないと思うんですよ。だからね、やる気があろうがなかろうが、安定したパフォーマンスを出していく。むしろやる気がない時でも、やる気がある時以上のパフォーマンスを出せるような、逆境に近い、強いか、強いエネルギーが出さないと、逆境だらけですから、緊急事態だらけですから、どうするんですかってことですよ。肝心なのは、立ち向かってもしょうがない逆境はあります。それは見分けないといけないです。例えばお客さんが一人も来ないのに、どんだけ店内をきれいにしても来ないのは来ないんですよ。前の人通りが歩いてない道からどうやって人を呼ぶんですかって話じゃないですか。だから一定の環境は必要です、それはね。でもインターネットに関しましては環境いらないんでね。だからあんまり弱音を吐くもんじゃないかなと思いますよね。カメラなんですか、本当にね、マイクなんですか。まあ本当に興味で聞いたりとか参考までに聞く分にはいいんですけども、YouTube やろうにもカメラがありませんとかっていうのは、もう全く分かってないというか、いつものことですけどね。そう思いますね。ということなんで、今回はね、こういう本を読んでませんけども、表紙を見てみました。40代を後悔しない50のリスト。48になりました、私。40代の、もう絶大な後悔があります、40代。むちゃくちゃ後悔してることがあります。それは何でしょうか。家を一括で買って、借金を一発で返して、結婚をしても子供も生まれました。ナイトライダートランザも2000もあって、毎日自由な時間を過ごしてます。何の後悔が40代に私は残ってるかってことなんですよ。私の後悔はね、ズバリね、40代でやったこと、これをね、なんで20代でやってなかったんだってことですよね。もう40、なんか20年も前にやっとけよみたいな感じですよ。いやいや、少なくとも30代でやっとけよと。35でやっとけよと。なんだよこれみたいな感じですよね。だからね、物事がね、うまくいけばいくほど、なんでこれを最初にやってなかったんだと思いますね。だから結果が出ても結局そんなね、妙な後悔が残るんですよ。で、やらなければやらない後悔が残るでしょ。何なんでしょうね、これはね。まあ本気ではね、後悔してないですけどね。本気では後悔してないです。ああ、よかったと思ってますけどね。間に合ったーみたいな感じですね。ということでね、いろいろとお話ししましたけども、まあ後悔ですね、今回のキーワードは後悔。まあ私は後悔と言えるようなコード界ではないんですけども、まああえて後悔ってものをこじつけるとしたら、なんで20代にやってなかったんやみたいなことですね。時間はそれほど貴重だということでございます。ありがとうございました。